こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今からスワッグを作るワークショップですねをみんなでやりたいと思います。マスクをしてやります。いいですか？同級生ファミリーです。はい、いいよ。見れたな、もう楽しみだ。すごいじゃん。楽しみだ。矢吹ちのユーカリが名前忘れちゃったんだけど、ブラジルの大と、あ、ごめんなさい、笠島さんちのユーカリが笠ライフ大きいタイプが、すごいね、この種類と、これがユーカリの解説いらない、手裏剣みたい。これ、うん、山火事を起こす。これがこう、葉っぱを突き抜きがため、銀世界、ユーカリ銀世界っていう、匂いがね。そうなの、これ匂い強いよね。でもこれの方が匂い強いよ。あの中、お魚にしたみたいな。あー、紫がってなった。まだ足りなかったら玄関にいっぱいあるから、これがポポラス。ヤミユーカリ、一番よくポピュラーなやつの今4種類が今日はかかります。と笠島さんのお友達の野辺さんの畑で育ててもらってる、ではマウンテンミント、そう、マウンテンミントハーブの仲間、いい香りします。で、この花が終わった種っていうのかな、花の終わった後の実みたいな。それからこれはローズマリーと、それからマリーゴールドとジニアと、ジニアと千日紅と、千日紅と、これね、畑に花を咲かせてる人は笑うんですけど、ベルガモットのお花の後の立ち枯れたやつです。こんなのって言われるんだけど、これがめっちゃ可愛い。とローズマリーじゃないなんで、ラベンダーがちょこっとあります、はい、で、スワッグを作るのにまずは好きな分量を取っていいんですけど、今日もう自由なので、大きさ、飾りたい場所をイメージしながら、どこに飾ろうかな、玄関のあそこが今寂しいからあそこがいいかなとか、そんなことを思いながら、どんぐらいの大きさかなって。普段のワークショップだともう配ってる枝のサイズが決まってるんで、サイズなんかはそんなサイズしか作れないんだけど、今日もお好みなのでこんなサイズが作りたいとか、いやいや私このちっちゃい、ここから先のちっちゃいのがいいなら、ちっちゃく束ねればいいんだけど、芯になるサイズをまずは決めます。で、何本か合わせて、でここで例えば持つでしょ、で持つでしょ、もうここです、ここで、最後までここで離してもいいんじゃないですか。ここって決めたらもうここのつもりでなんとなくこう束ねて合わせていく。で、細かいのを入れてやるとふっくら決めます。ふっくらして可愛くなって、下に、で壁にかけるから後ろは平らで、後ろに向こうってなるとこういうふうに変わっちゃうんで、壁後ろは平らに作って可愛いです。でも本当に好きなので作ってもらって構わなくて、ローズマリー入れようかなとか、でピンクが良ければ全部ピンクで集めてもいいし、今日のは全部そのままドライフラワーになるので、変化しない、そうそのままドライフラワーになるので、風通しのいいところにこうやって飾っといたら、だんだんマリーゴールドがちょっと一番時間かかるけどドライにちゃんとなります。なのでもう本当に花束を逆さまに作る気分で好きに作って大丈夫です。色変わりますよねこういう風に、あ、そう、だんだん変わるけど、今だと部屋の中で乾かして
10日ぐらいでドライになってくるから、変わるってでもそんなに茶色くまでなるのは半年ぐらいかかります。楽しく飾っておく間は全然このままの感じで、だんだんなので、あっという間には色は変わらないです。で、匂いを楽しみながら好きな感じでこんな風にまとめていくだけで、で、大体まとまったらワイヤーでここ縛っていきます。で、今日リボンを持ってきてるんで仕上げていきます。なのでまずはやってみましょう。はい、分かんなかったら聞いて。はい、夏にやってみる。これ先だと、あ、これちょっと枯れてる。モサの写真も出だした。なんで何でなんだか分からない。これそう。これもばらけてる。うん。あれは、ポカとか。ふっ！ばらけた。あ、切れた。今まだ撮ってる。撮影してる。最後ママの手によって複数複数なるよ。うん。大体そう。うん、私も一個作って、のぶえさんに置いていく。のぶえさん、出ました。あ、そう、小田さんにもご挨拶したかったですって言ってましたよ。ああ、ごめんなさい。小田さん、ちょっと訳がありましたね。訳あり。お、硬くないこれちょっと。お、センスがない。鼻の入れ方が分からない。ね、なんかさ、独創的だよね。とっても。ちょっとじゃあ基本みんな下向きに行くからちょっと天の弱的に上にちょっと。よし、じゃあ俺横にしてっちゃう。みんなの作品です。すごいおしゃれなのができています。かわいい。これが私です。全くもっておまさが入る。入っちゃう。お、鏡だしね。なんかそこに分かったじゃん。あ、分かった。ボリューム第1ぐらい。第1ぐらい。これ低すぎる。低すぎる。だったらあれを持ってきて、その
ハンガーラックそうそうそうです、ね、すげえ、うん、それそう止まってくるわけない、うん、そうかもしれない撮影現場カーテンが汚くなる。カーテンがさ、違う、コリコリ言ってる、コリコリ言ってる。何がコリコリ言ってるの？それ花がね、なる。回転しちゃって、重さがすごいアンバランスだから回転しちゃって。下でいいよ、下で。いいね、いじりがい満点だね。持ってた。じゃあ君、出演。出演真顔で。もういいよ、出演。はい、すいません。あ、つけてくれてる。なんかこうやって集合してると可愛いね。目立つ目立つ。素敵。はい、これは私です。この次の人は誰でしょう。逆光暗くなった。下の人たち暗くなった。近寄ったら明るくなった。下の人、こっちの人たち暗くなっちゃった。近寄ったらどうしてでしょう。綺麗にできました。カーテンがさ、コリコリ言ってる、コリコリ言ってる、コリコリ。何がコリコリ言ってる？いや、それ花がね、なる。回転しちゃって、重さがすごいアンバランスだから回転しちゃって。でも下でいいよ、下で。いいね、いじりがい満点だね。持ってた。じゃあ君、出演。出演真顔で。もういいよ、出演。はい、すいません。あ、つけてくれて。なんかこうやって集合してると可愛いね。目立つ目立つ。素敵。なんか回っちゃうね。一番見てほしい角度から。あ、でもなるなるじゃない。結構比較的。いい？はいはいはい。これが見てほしい。はい、みんなのスワッグが完成しました。すごい素敵ですね。個性的です。うん、あ、大丈夫か。行った。リボンのところに行ってもいいですか？はい。はい。即席。はい。さあ、リボン、次リボン。ちょっと壁にみんなの並べてぶら下げられたら楽しいね。うん、ないね。今だけちょっと外させてもらおう。うん。リボン結びでいい。かわいい。ね、この葉っぱってさ、うん、1本だけでもドライになる。何よ、私はちょっと持って帰ってきて。ちょっとどこわかりやすくここでやってあげよう。これ今撮ってる？撮ってる。わかりやすくここでやってあげよう。あ、入ってる、うん、なんか壁にラビオでそこら辺のあちらにちょっと塗らかけて、うん、あ、出ていいよ、だってそれでちょっと見てみたら、壁にぶら下がった時に、うん、あれにこれ切ったらいいじゃん。あ、そう、うん、あ、そうだじゃん、うん、こんなにかけるよ、うん、今、みんながぶら下げてるから、かわいい。閉じれた。
カーテンないって言ったら、ああ、なるほど。ブリフってそんなにない。なるほど。もう、あるかも。リモしてから。うん、リモ何色？リモのない。白かグレー、かピンク。グレー、ライトグレーと、グレーとピンク。あ、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 あ